人の移動が活発になる中、気になるのがこちらのマスクです。でこちら今日の銀座の様子です。政府は屋外では原則マスクの着用不要という方針を示しているんですが、このように皆さん屋外でもマスクつけていますよね。このマスクの着用について街で話を聞きました。先週の衆議院予算委員会で岸田総理はメリハリをつけてマスクは場面に応じたこの適切な着脱、これに努めていきたいと思い、いただきたいと思っています。メリハリをつけて適切な着脱を呼びかけましたが、政府が方針を示している屋外での脱マスクは進んでいないのが現状です。少し減ってはきてるとは思いますけれども、やはりまだ心配なのでちょっと外すのは怖いですね。どこでこう感染するかわからないので、そう考えたら普段でもつけてる方が安心なのかな。やっぱりなんかみんなしてるとしちゃいますかね。やっぱもう外すべき、でそれをやるためにはやっぱ上の人が率先してやるべき、政府がね。一方で水際対策が緩和され、日本を訪れた外国人観光客は日本のマスク着用ルールをどう思っているんでしょうか。 We don't mind. We don't mind. If it protects people, we don't mind masks. I feel safer when I travel because I'm still concerned about COVID, so I have no problem with it. So I love seeing that everyone's being careful and wearing their masks.Especially since you guys are opening up right now, you're going to get a lot of tourism, you know. I think it's very reasonable to ask to wear a mask outside. こうした中、マスク着用について独自のルールを設ける企業も出てきています。IT 大手の GMO インターネットグループでは、先月から社内での脱マスクを認め、社員はパーティションで区切られた席ではマスクなしも可能に。この日フロアにいたおよそ50人のうち3割ほどがマスクを外して仕事をしていました。相手の表情が見えるのがすごくコミュニケーション取りやすいのでいい点ですね。勝手に外すっていうのも会社が任意でっていうの OK が出ているので外しやすいっていうのがすごくありました。僕は自分の判断でまだつけてますけど、仕事をするっていう上では非常にいい取り組みだなって思ってますね。この会社では来客などの対応の際にはマスク着用を必須にしているということです。